開業間近の駅ビル高松オルネの1階に店舗を展開する予定の高松市の会社が主催したさぬき八百虎マルシェです。いちごやアスパラなど県内で作られたおよそ15種類の旬の野菜や果物が集まりました。これらは高松オルネでも販売する予定です。駅を訪れた人たちは生産者と実際に話しながら野菜や果物を手に取っていました。さぬき姫を買いました。これが真っ赤だったんで美味しそうだったんでそれで買いました。買ったいちご食べるの楽しみ。生産者さんが直接来て対面で販売していただいているので、なんか些細なことでも聞いて、ちょっとしたお料理のヒントになるようなればいいかなと思います。